育児ブログがまさかの大炎上一部のみの内容を切り取って、相手を偏見に基づいて攻撃し続ける一部のツイッターフェ,ミフェミニストの方々。いくらなんでもそのやり方はおかしいのではないでしょうかチャ <laughs> っちゃラララランチャランちゃーン。チャッチャラララランチャランちゃーはい、というここんばんは。え、三人議員の音ゅんと。 はい。いっちゃんです。今日もよろしくお願いいたします。8月の25日にこちら収録をしております。今日はまあ少し雑談というかね、あの政治の話とは直接的には関係ないかもしれないんですが、えー、昨日ですね、私のツイまあなんでしょうね、まあなんだ、何が燃えたかすらわからないんですが、えー、私が書いたとされてる記事がですね、まあ炎上をいたしました。で、すごいね、一部、まあツイッターフェミニズムと言われる、ツイッターフェミニストと言われるツイフェミとか呼ばれますね、えー、方々にですね、もうとんでもない野郎だと、音北はもう偏見に基づいて女性差別をしていると、 貼られまくってですね大炎上したわけでありますけどもまずこの経緯についてご説明しますとおとといですかね私深夜にですねまあ、授乳しながらまあ、なかなか長男が寝なかったんでねまあ育児愚痴的な愚痴というかまあ、育児論考みたいなブログを雑談で書いてたわけですよで、まあこれまで男性がなかなか育児に参加しなかったとことについてのま分析ということでえ私が書いた文章はこういう内容になってますまず育児というのは私たちが普段から慣れ親しんでる仕事でよく求められているような効率性とか合理性とかあるいはコストパフォーマンスコスト まあこういうものとか,かき離れているものであると。で、男性というのはこれまでその仕事ばかりしてきたと。え、だからこう、いざ育児になるとですね、育児があまりにも理不尽すぎてですね、あの赤ちゃんとかが理不尽すぎて、で、それに対してやっぱり、え、もう仕事より全然大変だということで、まあ、牽引してきて、まあ、は女性に押し付けてきたんだと。でも女性だってね、別に、 え、その、え、育児にね、最初から得意で、え、なれしゃ死んでると女性だからできるというわけではないから、え、男性これまで今、今まで仕事ばっかりしてきたけど、で、そこで合理性とか効率性の中でこう生きてきたけど、まあそういうね、え、だけではなくて、そういうプロトコルの中だけではなくて、育児というに参加するように男性全体が変わっていかなきゃいけないんじゃないでしょうか、ということをね、まあ書いたんです。で、まあコスパが悪い、育児はコスパがちょっと良くないとかね、まあこういう表現について、まあなんかおかしいっていう、こういう声が上がるのは私はわかるんですよ。ただね、え、この、まあそれで、で、この、 ブログ記事に関しても、まあちょっと読んでいただければ、もうほんと最近ね、男性画とか女性画みたいなことを主語にすると、すぐ炎上しますから、もうそれ、それすごい気をつけてたわけですよ。だからあえてちゃんとですね、えー、まずこれは、まずこ、こ、 なんだろうえー、個人個人の、えー、男性が女性がって話じゃなくて、まあ、個性があるということも大前提だし、というは、今、まあ、いろんな UFO をつけてですね。で、男性だから必ずしもこうだとか、えー、男性は合理的だとか、女性は、あの、なんでしょう、感情的だとかね、そんなことはもう一切そういうことは書かずにですね。あくまで育児というものが、私たちが普段慣れ親しんでいる、えー、仕事における合理性とか効率性、えー、そうしたものからかけ離れていると。まあ、いうことがまず、基軸にあって、こう、いろんな論を展開していったわけですけども、まあ、私がいつも天才をね、ブログ記事を天才している、まあ、向こうがこうし、 取ってっていうですね。ブロゴスさんが、まあ、その、ブログ記事を紹介するツイートで、すごくですね、これを、なんでしょう、もうスパッとね、これ、ね、よう、ようやく、まあ、 ちょっとね、かなりね、良くない形で予約をしたわけですね。で、ブロゴスさんのツイート内容は、えこんな感じです。男性がなかなか家事育児にコミットしない原因は、仕事で慣れ親しんでいる合理性や効率性、あるいはコスパという概念からかけ離れているからではないか。20分、30分ほどあやして、ベッドに置いた瞬間起きるなど、発狂するほどリターンが低い、カッコときた瞬原因。というね、こういうツイートのまとめをして記事のリンクが貼ってあるわけですけども、まあ、これが大炎上しましてですね、でもほとんどの人はもうリンクまで踏んで、中見ないわけですよ。で、この今の。 文章を見ていただけると分かる通り男性がなかなか家事育児にコミットしない原因は仕事で鳴らし親しんでいる合理性や効率性あるいはコスパからかけ離れているからだということで男性は合理性や効率性コスパという概念にこう馴染んでいる女性はそうではないというふうに取られ ってしまうような書き方を、まあ、ブログさんっては悪気切なかったと思うんですよね、これ。え、してしまったわけですね。まあ、これにですね、もうツイッターフェミニストとかもう手ぐすねを引いてた、ツイッターフェミニストはもうすごいこう噛みついてきてですね、もうやれもう昭和の価値観だとおときたしには銀辞職しろとかですね、もう本当にすごかったわけですよ。 で、ま、あ特にもう、もうね、これは、インフルエンサーの方なので、あの、お名前あげますけども、シュナさんという、例えばね、この方も、えー、2万7000とか、ツイッターでフォローがいる言われてなんか、え、フェミニスト界のツイッター界のインフルエンサーの一人なんですが、えー、僕たち男が家事育児やらないのは合理的だから、女は非合理的だから、家事育児よろしくってか、ふざけんなよ。世の中にはコスパ低くてリターン低くても、少なくとも誰かがやらなきゃいけない仕事がたくさんあって、そういう仕事にコミットしないのは、お前が合理的だからではなく、お前にとって旨みのない仕事を、他の誰かに押し付ける権力を、 が持っているからだよ。ということで、まあ私がね、も育児に参加しないという、してないということが前提で、お前が権力でその仕事を誰か、つまり、え、女性の側に押し付けてるからだ。ということで、まあ、球されてるわけですね。これも120、190リースイートぐらいされてます。まあ、るいは、堺の野京子さんっていう方、さっきブロックされたんですけどね。え、この方も、土直球差別。こうやって女はバカにされる。まあ、次のツイートで、え、男性が家事育児にコミットしない原因は、無償労働なんてやりたくない。妻に押し付ければいい。うっすらとでもそう思ってるからでしょ。世の男性のどれほどが育休や時短勤務してるよ。みんな女性や女性 のの会社に何の罪悪感もなくフリーライドしてるということで、まあ、これも私が全然育児に参加してないことを前提に球団、まあ、をするツイートしてるわけですよ。ちょっとこれさっき私怒ったのはこの坂井野さんという方はですねその次のツイートでですねあの 佐藤、乙北の手下の、乙北氏の手下の佐藤琴氏も、えー、乙北氏にちゃんと、指導するべきだ、みたいなですね。ま、あそんなね、えー、ことまで書き込んでるので、いや、それはね、佐藤琴さんは私の手下でもなんでもないし、ちなみに佐藤琴さんもね、自分のブログにフェミニズムって入れてるぐらい、このフェミニス、フェミニズムに関しては、造形が深い、えー、一人ありますけども、なんかもうそういうとこま巻き込んでね、なんか乙北を指導しろ、なんか手下のね、えー、佐藤琴は乙北をなんとかしろ、みたいなことまで言ってるので、え、それは佐藤琴さんは私の手下でもないですし、私のブログは、そんなね、えー、偏見に基づいたことは ブロック時に参加してますとこれはちゃんとブロック時全部読んだ上でのお話ですかっていうことを書き込んだらまあ、いきなりブロックされたわけですけどもまあちょっとですねこのツイ一ごく一国一部のツイッターのフェミニストの方々ツイーフェミと呼ばれる方々ちょっと私も怖いんでねな,なんどんな触れ方しても炎上しますからこれまであまり関わり持たないようにしてきましたけどもちょっと度が過ぎてると思いますねもうこう条件反射的にとにかく彼,彼ら彼女たちはこのまあ女性を差別してるという 人をなんとか見つけ出して、無理やりでも見つけ出してですね。えー、そして、こう、もうとにかく徹底的に叩くと、もう自分たちは正しい、相手がおかしいという前提のもとで、もう犬笛を吹いて、もうそれで、あの、まあ、周りの信者たちもね、あの、いろいろ、彼ら、彼女、彼らを信奉する方々も集まってきてですね、もうとんでもない奴だと、おときは、もう家事育児も全部奥さんに押し付けて、自分は合理的だから、育児には参加しない、育児なんて非合理的な女性がやってればいいんだと、そういうことを封じをしてる。かのようにですね、全く私がブログで述べていないことを、このま、ブログのこの記事の部分だけを見て、反応して、こう、ぐわっとやってきたわけですよ。 でも、百歩いずってね、まあ、そのブローゴスのこの、えー、もう今、ブローゴスさんは削除して、謝罪のようへ削除してくださったわけですけども、まあ、そこだけ見て判断してくださったんであれば、えー、間違えましたと。まあ、そこだけで勘違いしました。すいませんって。謝ってくれればそれでいいですけども、も全くそんなこともせずですね。なんかむしろいろんなね、もうこのシュナさんなんか特にですね、まあ、いろんなロジックをこじつけてですね、いや、とと男性がしご、仕事なんか、効率とか合理性に馴染んでるということからね、立憲、もうロジックが始まってるから、それが偏見なんだとかですね、まあ、よく言えばそんなこと書いてないんですけども、でも私もね、情報してというか、えー、私の書き方も悪かった。表現 の仕方も悪かったかもしれないけども、もまあそういうことは書いてないんですよね。っていうことを言ったのになんかもう。そこも全断じて認めないとえ。そしてその後にね。あのこのシナさんっていう方はですね。ま、あお前がなんかお前にとって旨味のない仕事を他の誰かに押し付ける。押し付けてるとえー。でそういう権力を持って、お前は無理やり家事口。カジ育児をえー、誰かに押し付けてるっていうことを。まあな、お前がっつってこうバンバン攻撃してるわけです。けども、これはあくまで一般論で音喜多のことを言ったわけではないとかですね。まあ、超絶理論を展開してですね。自分の日を全く認めないまいうことで。まあちょっと私はね。もうさすがに呆れ果ててるというかえー。こんなね。あの。 言葉がいをしたりとかですね、自分たちが気に食わない人間を見つけて、えー、偏見に基づいてレッテルを張って、もう完全に彼らは、あのー、もう私が育児とか家事なんて全くしてないっていうことが前提でね、奥さんにいろんなことを押し付けてる、女性差別に溢れてる人間だっていう前提で攻撃してきてますから、まあ、こんなことでね、急断したところで、社会は絶対良くなりません。もう分断なんかますます深まるばかりだし、まあ、彼らも自己満足ですよね。で、いろいろね、こういう、もうこのやり方ね、ファミ、その一部のフェミニストの方々のやり方がおかしいんじゃないか悪いんじゃないかっていうと、なんかトーンポリシングだって最近ね、このトーンポリシングって言葉も流行ってるんですけども、 この手法をね、批判して、なんかこう、えー、なんかね、この、自分たちのやり方を潰そうとしてくると。まあそういうやり方自体がね、この、差別、偏見の歴史を生んできたから、なんかそういうなんかトーンポリシングに負けてはいけないみたいな、私たちは毅然と戦わなければっていうことをフェミニストの方々おっしゃるんですけども、いやでもね、やり方悪いですよ、もう、これはっきり言って、えー。僕もなんか、あの、ほんと女性活躍をさしたいっていう思いを持ってこの正常世界に飛び込んできてますし、まあまだまだ不十分かもしれませんけども、家事育児も、まあ積極的に参加をしようと、えー、思ってる立場ですけども、まあそういう人たちまでね、えー、この、 火の粉を浴びせてですね、燃やし尽くして、で、なんか、男女差別を解消するためには、こういう闘争の仕方もやむなしと。で、この闘争の仕方を批判する奴はトーンポリシングをしてる。まあ、トーンポリシングっていうのはなんか差別に基づいてやることだから、結局奴らも差別主義者だから。とにかく自分たち以外は全部差別、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 差別っていうね、まあ、偏見のレッテルを張ってくるですね。この一部、ツイッターフェミニズム、フェミニスト界隈には、私はもう強くね、今回苦言を呈したいと。よろしくね。なんかね、ヒートアップしたら息子、娘がいめに来たんですけど、今日ね、ペアルックな t シャツ。りっちゃんも同じ t シャツを着てまーす。えー、ということでね、えー、じゃあちょっといってカームダウンということで、まあそういうことなんでね、えー、ちょっとまあ、やっぱ、まあ、私はまあ諦めず対話をしたいと思いますから、このシュナーさんというアカウントの方からも、まあ昨日ね、もう相手にしなくていいんじゃないですかって言われながらも、え何度も何度もね、<れ>まだやってるよ。ツイッターでね、あのリプライやり取りしてまいりましたけども、とにかくね、こういう分断を生み出さずにですね、ねもうすぐ終わりもうすぐ終わりだよ。えー、ちゃんとね、あの男性も家事育児、えー、参加して、え、男女、ね、これゆっくりになってきたらさ、うん、おしまい。 ね、ううそうだね。しっかりね、りの男女平等。<laughs> 今言ってるやつ。そうだね、えー。しっかりね、この男女が、えー、ジェンダーギャップが解消されて、ジェンダーイクオリティ、えー、この、えー、男女共同三角社会ってさなんかまた日本語にすると難しいですけども、いいえー、しっかりとね、えー、そういった、えー、理想の社会、えー、分断のない社会を私は作り上げてまいりたいと思っておりますので、よろしくご指導、ご鞭達と。チャンネル登録とグッドボタンと、 うちのボタンも押してね。はい、あとベルも押してね。なんかいろんな、ね、彼女が見てるベルとかいろんなのがあるみたいなんですけども、よかったらコメントも残していってください。<laughs> え、それではまた次回。さようなら。<laughs> バイバーイ。<laughs>